シークには特殊ゲージないんだねっていうコメントがおりますね。あの今備えて自分の周りにこうエフェクトついてますけど、そんな形の効果はつけられます。なのでキャラクターによって本当にアクションのシステムをいろいろ入れてるので、はいはい、はい、だからシークの場合はゲージではなくて自分につけられるいろんな効果っていうのを その戦場というか場所によって使い分けていくキャラなんですね。そうですね、はい、今このまとってるのはなんか先ほどハープを演奏してなんか自分の周りにつけられてたんですよね。そうですね、まあ、ちょっとこれに襲われたらちょっと嫌ですよね。悪いオークじゃないよ。そういえばね、昆虫といえば渡辺さんね、仲良くなれそうですよね。僕はね、虫三国のプリンス自称ですから。あ、プリンスなんですね。プリンセス。渡辺さんが僕がプリンス。 プリンス。あ、プリンスですか。仲良くなれそうですね。仲良くなれそうです、まあ、アゲハちゃんかなり独特なんで、あれですよ、仲良くなると大変そうです。そうですね、うん、おー、なんかすごい、なんかこの下の四角いところがなんかすごいことになってますね。とにかく、まあ、気持ちよくっていう意気投合の爽快感をこのキャラクターでもかなり大事に作ってますので、うん、まあ、見ていただいている通り、まあ、いろんなアクションで、まあ、とにかく気持ちよく敵を倒していただける、はい、あとね、なんか発表で会でもあの説明されてましたけど、ルピー取らなくていいのはね、結構あれですよね、楽ですよね。そうですね、うん、ルピーはあのもちろんあの5ルピーとか10ルピーとかあの色によって出てきますので、中ボスなんか倒すとそういったのがいっぱい出てきます、はい、ルピーの使い道ってどういったものがあるんですか。はい、あの先ほどのステージ選択画面で右上にバザーって出てたと思うんですけど、そこでキャラクターのバッチっていうのを手に入れることなんですね。そこはあの素材であの解放することができるんですけども、それ以外にもこう武器を合成する合成屋さんとか、あとはキャラクターのレベルが上がっていくんですけども、例えば使ってないキャラクターってレベルが低かったりしますよね。そういうキャラクターにルピーを使うことで一番レベルが高いキャラクターまでレベルを上げることができます。なのでそういったところでルピーを使ってください。はい、やっぱりまあ気に入ったキャラでまあどんどんステージはクリアしていって、うん、そうですね、で他のキャラの底上げもまあルピーで行うこともできるわけですね。はい、彼には近づけないのでこういう場合はアイテムで弓矢に切り替えましょう。なるほど、倒すことができる。あ、実は空を飛んでるんですね、こいつも。こういう場合はこれあれですよね、これ聞いてしまっていいのか分かんないんですけど、はい、これはこの敵にはあるアイテムが効いたりするんですか。聞きますね。今は空飛んでたんで、あるアイテムを使って、あるアイテムを使って、あの地面に落としましたよね。ああいう感じであの使えます。あ、いいですね。なので普通に戦ってると、まあ普通に戦うこともできますし、アイテム使うとより楽に倒せる、はいはい、その使い分けをしてもらえれば、こうやってウィークポイントが出てきますのでスマッシュ。おお、すごいかっこいい。今ここ の, あの右上のステージ出てますけど、全体がまだこう闇の領域で、はいはいはい、
なってしまってるんで、これもしっかり解放していってあげないといけないというようなステージになってます。あ、そうなんですね、はい、これはちゃんとその、まあ、そこを制圧するなりするとちゃんとそこが見えるようになる。そうですね、はい、ここもねちょっとある種原作に近いといいますか。そうですね、ステージも原作をオマージュしてます。はい、ちなみに無双シリーズとかにはこういう遊軍といいますか、そのノンプレイキャラクター、まあ、ここで言えばアゲハとかラナとかがそうだと思うんですけど、やられてしまうことはやっぱりあるんですか。彼らがピンチになることはあります。なので、そういう場合は助けに行かないと、やられてしまってそこのがピンチになって、戦場ピンチになっちゃうこともありますんで、はい、そういった武装としての遊びは入ってます。あ、はい、そうなんですね。本当結構いろいろあるんですね。いろ、ね、んなことが起きてます、ね、で、じゃあ、まあ、このステージはこの辺にしましょうか。そうですね、はい、まだ各ステージに関しては結構まだまだこの先展開があるんですけど、はい、今見ていただいたのはこの各ステージの冒頭の入りぐらいです。はい、この先いろんな展開が待ってますし、見ていただいた通りステージによっても全然展開がいろいろ違うので、そこもぜひぜひ楽しんで、いろんなバリエーションのステージが出てきますので楽しんでもらえると思います。はい、なるほど、いろんな楽しみ方がね、ルビー貯めてね、キャラクター育ってもいいですし、はい、ね、みんな誰でもザクザク進めると思うんですけど、こう深い遊び方もね、はいはい、長く遊ぶ遊び方もありますね。そうですね、うん、はい、ちょっと今日はですね各ステージの冒頭だけですので、はい、実際のストーリー展開ってあまり感じづらいと思うんですけど、うん、ここはぜひ通して遊んでもらえると、うん、はい、今これはあれですよね、フリープレイモードになってるので、そうですね、そのあたりのところは、はい、どのキャラクターでも遊べるようにフリープレイで選んでます。はい、じゃあちょっと一回、私のあの場、ここ皆さん懐かしの橋の上です。きっとこの後登場するであろう、あの橋です。あの方が出られるんですか？あの方と一騎打ちをするところです。はいはいはい。はい。あー、ここもね、うん、まあ、このぐらいまではちょっと進めたいなとは思ってるんですけどね。ここぐらいまでは行きたいなと思ってるんですけど。これ倒してね、なんかエンディングみたいなのもいいんじゃないかっていうね、気がしますよね。こんな感じです。はい、ありがとうございました。そうですね、せっかくだから横から見せない。